皆様大きな拍手でお迎えください。吉浦隆史。
思うことだけがまだこうしていれる力なのです。だから僕を愛してるというのなら、この瓶を手に取って、あの硬いコンクリートの壁に叩きつけてください。Thank you.